はい、タチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はマージマンションやっていきたいと思います。さて、あれからちょっと2日経ってしまいましたが花がまだできておりませんが、これができそう。モップができましたね。じゃあ2つほどタスクができるかな。こちらパティオを掃除する完了。お、一気に綺麗になった。そして今度は井戸の方ですね。ゴミを取り除く。来た、また釘と、じゃあネジとドライバーか。これなんだっけ、自転車と手袋。これ何、初めて見るこれ。なんだ、掃除機のヘッドか、あの T 字型の掃除かなんかのやつだね。じゃあイベントの方を、いや、ちょっと待ってよ。剪定バサミまではいけるかな。ちょっと剪定バサミまで作っとこう。お、ちょっと待ってよ。手袋がいるもの。一輪車か。一輪車か。低木を整えるか、花壇を、花壇を準備かな。いやでも花壇準備はとりあえずちょっと後にして。意外とタップス使うな剪定バサミが欲しいです。そろそろできるか。これと、あとスコップか。ください。これで2つできるかな。でまず木を剪定する。こちらですね、このスクエア型にカットされる木。そして花壇の準備かな。花壇を準備する。オッケー、結構片付いてきたんじゃない。あとは手袋次第かな。でも言うてそんなに出んわけでもないね。手袋結構出るようになったからありがたい。さあそしたらですね、イベント行きますか。えい、どうなってる。あ、全部タップしたら出てくる形式になったのかな。お、これはなんだ、イヤリングの箱レベル1。ほほう、ざっと見た感じ
イヤリングの箱はこのフィールド上にはないね。合体して指輪の箱ができる。指輪の箱が下にあるので合体。この宝石の箱レベル3は仲間がないが、バレリーナのがあるね。ここしかないかな。で合体。あとはバレリーナどっちを崩すかな。あ、上から行くか。腕時計の箱レベル5、これで最大レベル。え、これをどうするの？あ、なんか収めるのかな。多分そうだね。ちょっと待ってよ。何からやろうかな。これ何が出てくる？え？あ、ピザ箱からは刃物が出てくる。ケーキナイフ。あ、これは別に合体できるわけじゃなくて単品ということですね。で、あとは。これピザボックスどういう状態だったっけ。あ、ケーキが一切れ。ケーキ一切れレベル1、まずは一口。じゃあ納品しますか。とりあえずここまで準備は順調ね。完了する。でピザ箱が2ついるな。ケーキは2段目ぐらいかな。ケーキちょっと合体しましょう。あれ？これレベル3か。ちょっと待ってよ。ケーキどれくらい出てくる？待って、何個出てきたかはちょっと全然見てなかった。レベル3が合体。あれ？あ、ごめん、レベル1を、ん？これを合体させる。で、あとはケーキはなさそう。一切れの4分の3、レベル2。まだ先がありそうだね、これ。で、最後の一口、レベル4。何かが入ってる。指輪とかかな？なんだっけ、なんか向こうでそういうゲームあるよね。なんかケーキとか、なんかスイーツの中に指輪入れといて、なんか当たった人がラッキーみたいな。ピザ箱って何から出てくるんだっけ？記憶を失っているよ。とりあえず。ピザ箱がないとね、その納品ができないんだが、ピザ箱って何から何から発生したっけ。これ違うね。パーティーの準備がまだできていません。とりあえず包丁入れとくか。これも包丁だね、いるのは。で、ピザボックスどこから出る？これなんかケーキ段階が分かりにくいかも。1は、あ、そうか、完成形が1なのね。一切れというのが。で、ちょっとずつ食べられてってるから小さくなってってんだ。はいはいはい。で、ピザボックス問題なのですが、これだとピザボックス叩くとパイができてくるんだよね。あれ、ピザボックス何からできたっけ。
間違えた。これを合体、違うな、これ使い切る前に合体しなきゃいけないのか。ちょっと待ってね、これピザボックス使い切ったらさ、使い切ったらピザボックス、あ、これパイボックスかピザボックスではなかった。ちょっと使っちゃおう。8タップまでは大丈夫。もうちょっといけるのがあった。12とかかな。あ、これでいいのか。あ、これなんか前のイベントで言うとドリンクと一緒みたいな感じかな。多分12回じゃないかと推測で、でもまだ完璧じゃない。完了する。バースデーケーキを、はい、刃物がない。さっき刃物どっから出てきたっけ。あとバレリーナのが一個。あ、壊れちゃうんだ。なんだって。ケーキ、ケーキも多分何回までかな。今数えてなかったな。お、手紙みたいなのになった。手紙あるので合体かな。手紙じゃないね、ミステリーマップ。もしかしてお宝の地図？手紙なんだったのかな？説明読んでなかった。じゃあこれかな？秘密の箱レベル7、早速開けてみましょう。ちょっと待ってね。開けてみましょう。これがまだ合体させないと開けれないんだ。合体待ち。これは何だろう。ウォークマン、なんか懐かしいね、ウォークマン。包丁が出ないと次に行けないな。包丁って多分なんか街で出てくるんだったっけ。あれ12回タップしたけどまだまだいけるっぽいな。まあいいや。ジュエリーボックスから急にね腕時計に変化するんで、すごい不思議な感じがする。ケーキ、ケーキ、ケーキはだいぶ出るね。すごい出るね。
どれくらいなんだろう。あ、やっぱり鍵が出てきてるんだこれ。そろそろかな。でもさすがに、あ、なくなってしまったよ。なくなるんだ。なくなるのきついな。マカロン、ティースタンドレベル4、そして合体、割れたティースタンドレベル5。危ない危ない。えい、ミラーボールレベル6。いつの間にかパーティータイム、パーティータイムだ。おばあちゃんも踊ったりするんだろうか。あれ、なんかもう見たことないもの出てきた。ちょっと待ってよ。メガネは仲間がなさそう。レコード。丸メガネレベル1。合体させると革製ネックレスを作れます。革製ネックレスレベル2。合体させると花冠を作れます。パッと見た感じは、ネックレスは仲間がなさそう。合体させると厚底サンダル。せっかくなんでこれを。で、厚底サンダルは仲間がない。合体させるとボヘミアンバッグを作れます。これかな？これレベル5とか書いてあるから、多分次の段階これだね。麦わら帽子が作れるのかな？ミラーボールも壊れちゃうのかな？レコードは何？レコード版レベル1。合体させるとラジオを作れます。ラジオ。え、これラジオじゃなかった。CD プレイヤーレベル6。ラジオは仲間がなさそう。ウォークマンで CD プレイヤーかな？順番的には。合体させると蓄音機が作れます。蓄音機できた。そしてレコードプレイヤーレベル4。合体させるとウォークマンを作れます。さすがにウォークマンまではいけんかな。花冠、麦、サンダル合体、ボヘミアンバッグレベル5。どっからどかしていこう。下から行くかな。何これ、ニットレベル2で、麦わら帽子レベル6。形としてはバイク用ヘルメット作れます。あ、このヘルメットは誰のものかしら。ずいぶん小さいし年季が入ってるわね。あら、よく見つけたわね。青春時代を思い出すわ。おばあちゃんのヘルメットなの？私は安全第一主義だからね。へえ、それで誰と乗り回ってたわけ？私一人さ、オートバイで長い田舎道を走ったものよ。え、バイクに乗ってたの？と言ってる間にもういなくなっちゃった。おばあちゃんかなりアクティブだったんだね。ああ、でもなんか結構お金持ちのお嬢様、アクティブな子も結構多かったみたいだしね。で、お金はあるからその辺は糸目をつけずに、あの、親が買い与えれるからね。なんか東京のお嬢様学校に行ってた、あの、戦後すぐぐらいの、明治までは超えてるな。戦後すぐじゃないかな。
戦争前後の人の話聞いたけど、なんか日本に5台ぐらいしかないなんかロールスロイスかなんかをその女学生のお嬢様が乗り回しとったらしいんだよね。あとアリと整備が難しかったらしいんだけど、ある程度はなんか自分でも整備できたっていうね、かなり優秀なお嬢様のお話を聞いたことがあります。もうちょいでいろいろどかせるんだけどな。このヘルメットは何に使うの？何に使うの？何も出てこなさそうの。なんかタスクで出るのかな。これ開けたいんだけどね、ケーキがもう。合体しちゃうかで手紙の方に合体させますかね。秘密の鍵レベル5、封筒を開けてみる。で合体で、お宝の地図。さすがにこれもう仲間がないかな。ここまでかな。あとはマカロンか。でもこっから出るやつは割と ランダムに物が出るっぽい。合体だ。体力めちゃめちゃいるな。さっきは使ってたとはいえ体力一回全開してるもんね。合体させようか。ピザボックスはできたわけですが包丁がないと。包丁何から出るっけ。なんかね、今まだちょっと頭の中アイテムの整理ができてないな。こっからはケーキ。よかった。これ待ちで包丁が出るんだったっけ。なんか刃物が出てくるの怖いけどね待ってると包丁がみたいな。で、あとはあ、これまだだった。なんかいっぱい進むとなんか楽しくなってきちゃってつい回復したくなるね。体力がなくなってしまった。2回回復はちょっと懐が痛くなってくるのでここまでにしとこうかな。これギフトバッグとかギフトシリーズは多分クエストっていうかタスククリアしないともらえない感じだったのかな。なんかちゃんと把握してないけどよし、じゃあ次回また頑張っていきますかね。ウルスラおばあちゃんの謎解きに向けて。
よし、ではご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。